第2章5、平安王朝の形成。平安遷都と蝦夷との戦い。後任天皇は行財政の簡素化や公民の負担軽減などの政治再建政策に努めた。やがて781年天皇元年に亡くなる直前、天皇と渡来系民族の血を引く高野の新潟との間に生まれた桓武天皇が即位した。桓武天皇は後任天皇の政策を受け継ぎ、仏教政治の弊害を改め、天皇権力を強化するために784年延暦3年に平城京から山城の国の長岡京に遷都した。しかし桓武天皇の腹心で長岡京造営を主導した藤原の胤次が暗殺される事件が起こり、首謀者とされた皇太子の佐原親王、桓武天皇の弟や大友氏、佐伯氏らの旧豪族が退けられた。ついで794年延暦13年平安京に再遷として山城の国を山城の国と改めた。山に瀬と書くところから山に城と書くところ、書くやつですね。都が平安京に移って以後、源頼朝が鎌倉に幕府を開くまでの約400年間を平安時代という。東北地方では奈良時代にも、陸奥側では多賀城を起点として北上川沿いに北上して城柵を設け、出羽川では秋田城を拠点に日本海沿いに勢力を北上させていった。城柵は清朝を中心として外郭の中に実務を行う役所群、倉庫群が配置され、行政的な役所としての性格を持ち、その周りに関東地方などから農民、作戸を移住させて開拓が進められた。こうして城柵を拠点に蝦夷地域への支配の浸透が進められた。しかし後任天皇の780年法規11年には、基準した蝦夷の皇族氷張のあざまろが乱を起こし、一時は多賀城を陥れて焼くという大規模な反乱に発展した。この後東北地方では三十数年にわたって戦争が相次いだ。桓武天皇の789年延暦8年には木の小さみを政党大使として大軍を進め、北上川中流の伊沢地方の蝦夷を制圧しようとしたが、蝦夷の族長アデルイの活躍により政府軍が大敗する事件も起こった。その後征夷大将軍となった坂の上の田村麻呂は802年延暦21年伊沢の地に伊沢城を築き、アテルイを基準させて鎮守府を多賀城からここに移した。翌年にはさらに北上川上流に志波城を築造し東北経営の前進拠点とした。日本海側でも米代川流域まで律令国家の支配権を及ぶことになった。しかし東北地方での戦いと平安京の造営という二大政策は国家財政や民衆にとって大きな負担となり、805年延暦24年桓武天皇は徳政論争と呼ばれる理論を裁定して、ついに二大事業を打ち切ることにした。平安時代初期の政治改革。桓武天皇は長い在位期間のうちに天皇の権威を確立し、積極的に政治改革を進めた。国家財政悪化の原因となった地方政治を改革することに力を入れ、増えていた定員外の国司や軍事を廃止し、また影由しを設けて国司の交代に際する事務の引き継ぎを厳しく監督させた。一般民衆から挑発する兵士の質が低下したことを受けて、792年延暦11年には東北や九州などの地域を除いて軍団と兵士等を廃止し、代わりに軍事の指定や有力農民の志願による少数精鋭の根底を採用した。しかしこれらの改革は十分な成果を上げるところまではいかなかった。桓武天皇の改革は平城天皇、嵯峨天皇にも引き継がれた。嵯峨天皇は即位の後810年後任元年に平城京に再遷都しようとする兄の平城太上天皇と対立し、二所朝廷と呼ばれる政治的混乱が生じた。
結局、嵯峨天皇側が迅速に兵を転換して勝利し、太上天皇は自ら出家し、その寵愛を受けた藤原のクスコは自殺。クスコの兄、藤原の仲成は射殺された。太上天皇、平成太上天皇の変、クスコの変とも言う。この対立の際に、天皇の命令を速やかに太上官組織に伝えるために、秘書官庁としてのクロードの塔が設けられ、藤原の冬嗣らが任命された。その役所がクロードどころで、所属するクロードは、やがて天皇の側近として、宮廷で重要な役割を果たすことになった。また、嵯峨天皇は、平安京内の警察にあたる検非違使を設けた。検非違使は、後には裁判も行うようになり、京の統治を担う重要な職となっていった。嵯峨天皇の下では法制の整備も進められた。律令制定後、社会の変化に応じて出された法令を、律令の規定を補足、修正する客と、施行最速の式とに分類、編集し、公認客式が編纂された。これは官庁の実態に合わせて政治実務の弁を図ったもので、この後、さらに上官客式、演技客式が編纂された。これらを合わせて三大客式という。司法と貴族社会の変貌。8世紀後半から9世紀になると、農民間に貧富の差が拡大し、有力農民も貧窮農民も、不労、逃亡など様々な手段で負担を逃れようとした。そして、戸籍には、兵役、労役、租税を負担する成人男性ではなく、女性の登録を増やす偽りの記載、議席が増え、律令の制度は実態と合わなくなった。こうして手続きの煩雑さもあって、判然修辞は実施が困難になっていった。桓武天皇は判然修辞を励行させるため、6年ごとの戸籍作成に合わせて、6年一般であった判然の期間を12年、過去一期一般に改めた。また、屈水湖の利息を利率5割から3割に減らし、増用の期間を年間60日から30日に半減するなど、負担を軽減して公民たちの維持を目指した。しかし効果はなく、9世紀には判田が30年、50年と行われない地域が増えていった。徴、用などの未信によって中央の国家財政の維持が困難になると、政府は国司、軍事たちの租税徴収に関わる不正、怠慢を取り締まるとともに、823年公認14年には、太宰府において、区営殿を、879年、元亨3年には、畿内に、官殿を設けて、有力農民を利用した直営方式を採用して収入を図るなど、財源の確保に努めた。しかし、やがて中央の各官庁は、それぞれ財源となる諸子殿を持ち、官人たちも根殿を集めて、国家財政に対する依存を弱めた。天皇も直子殿と呼ぶ他を持ち、皇族にも天皇から子殿が与えられた。天皇と親近な関係にある少数の皇族や貴族は、院宮王親家と呼ばれて、私的に多くの土地を集積し、国家財政を圧迫しつつ、勢いを振るうようになった。唐風文化と平安仏教。平安遷都から9世紀末頃までの文化を清和天皇の時の年号から公認上巌文化と呼ぶ。この時代には平安京において貴族を中心とした文化が発展した。文芸を中心として国家の隆盛を目指す文上慶国の思想が広まり、宮廷では漢文学が発展し、仏教では新たに伝えられた天台宗真言宗が広まり、密教が盛んになった。嵯峨天皇は唐風を重んじ、平安宮の殿舎に唐風の名称をつけたほか、唐風の儀礼を受け入れて宮廷の儀式を整えた。また文学学問に長じた文人貴族を成人登用して国家の経営に参加させる方針を取った。貴族は教養として漢詩文を作ることが重視され、
漢文学が盛んになり、漢字文化に習熟して漢文を自らのものとして使いこなせるようになった。このことは後の国風文化の前提となった。著名な文人としては嵯峨天皇、空海、小野高村、菅原道真らが知られている。空海は漢詩文作成についての評論、文教秘譜論や詩文集、小領集などに優れた文才を示し、菅原道真も漢詩文章を記した。大学での学問も重んじられ、特に儒教を学ぶ明瞭堂や中国の歴史、文学を学ぶ紀伝堂が盛んになり、貴族は一族子弟の教育のために寄宿舎にあたる大学別荘を設けた。また空海が創設した手芸手知院は庶民に対しても教育の門戸を開いたことで名高い。奈良時代後半には仏教が政治に深く介入して弊害もあったことから、桓武天皇の長岡京、平安京への遷都では、なんと奈良の大寺院が新京に移転することはなく、桓武天皇や嵯峨天皇は最澄、空海らの新しい仏教を支持した。最澄は近江出身で、近江国分寺や比叡山で修学し、804年、延暦23年、遣唐使に従って日東、天台の教えを受けて帰国して、天台宗を開いた。彼はそれまでの東大寺会談における儒会制度に対して、新しく独自の大乗会殿の創設を目指した。これは南都の諸宗から激しい反対を受けることとなり、最澄は見解論を記して反論した。その死後、大乗会談の設立が公認され、最澄の開いた草案に始まる比叡山延暦寺は、やがて仏教教学の中心となっていくとともに、平安京の王城鎮護の寺院とされた。浄土教の原神や鎌倉新仏教の開祖たちは多くここで学んでいる。空海は讃岐出身で上京して大学などに学び、儒教、仏教、道教の中で仏教の優位を論じた三号四義を記して仏教に身を投じた。後804年延暦23年に日東し、長安で密教を学んで2年後に帰国、紀伊の高野山に金剛峯寺を建てて真言宗を開いた。また空海が嵯峨天皇から賜った平安京の京王護国寺、東寺も都にあって密教の根本道場となった。天台宗も最澄の後、日東した弟子の円珍によって本格的に密教が取り入れられた。天台、真言の両宗はともに国家、社会の安泰を祈ったが、火事、祈祷によって災いを避け、幸福を追求するという厳是利益の面から、皇族や貴族たちの支持を集めた。8世紀頃から、神社の境内に神宮寺を建てたり、寺院の境内に守護神を鎮守として祭り、神前で度胸する神仏集合の風潮が見られたが、平安時代に入るとこの傾向はさらに広まっていった。天台宗、真言宗では、奈良時代の仏教とは違って、山岳の地に伽藍を営み、山中を修行の場としたから、在来の山岳信仰とも結びついて、修験道の源流となった。修験道は山伏に見られるように、山岳修行により、呪力を体得するという実践的な信仰であり、山岳信仰の対象であった奈良県吉野の大峰山や北陸の白山などの山々が、その舞台となった。密教芸術。天台、真言両宗が盛んになると、神秘的な密教芸術が新たに発展した。建築では寺院の堂塔が山間の地において、以前のような形式にとらわれない伽藍配置で作られた。室氏の金堂などはその代表である。彫刻では密教と関わりのある如意輪観音や不動明王などの仏像が多く作られた。これらの仏像は一木造りで神秘的な表現を持つものが多い。また神仏集合を反映して
盛んになった神造彫刻としては、薬師寺の総領八幡神像や神宮皇后像などがある。絵画では、恩成寺の不動明王像、貴不動など神秘的な仏画が描かれ、その他、神護寺や京王護国寺の領海曼荼羅など、密教の世界観を表した曼荼羅が発達した。曼荼羅は密教で重んじる大日如来の智徳を表す金剛界と同じく慈悲を表す大蔵界の2つの仏教世界を整然とした構図で図化したものである。なおこの時代の絵師としては百済の川成らの名が伝わっている。書道では唐風の書が広まり、嵯峨天皇空海橘の早成らの能書家が出て、後に三筆と称せられた。